おはようございます大輝です本日は三田茂先生のご著江戸川ケイシー療法のすべてとい一冊をご紹介させていただきますこちら参考にさせていただきながら江戸川ケイシーさんというですねリーディングと呼ばれる催眠状態に入ってたくさんの人にいろんなね、こう病気の治し方であったり人生に対するアドバイスそういったことをしていた方なんですがその江戸川ケイシーさんが皮膚死 感を持つ方に対してこんなふうにアドバイスしていたよということを一緒に学んでみていただけますと嬉しいです著者である三田先生こういったご経歴をお持ちの先生で日本江戸川ケイシーセンター会長を務められていてこの江戸川ケイシーさんそしてそのリーディングの内容を日本の方にも広くこう知らしめると いうことでたくさんの人にねこう助かってほしいんだヒントになればということでご尽力してくださっている先生なんですねで三田先生やえエドガーケイシーさんに関してはこちらの動画で詳しくお話しさせていただいておりますのでぜひ合わせてご覧いただけますと嬉しいですはいというわけで早速ですね今回この皮膚疾患持ってる方に対してケイシーさんは何というふうにアドバイスしていたかというところなんですけれどもまずその皮膚疾患の前に ケーシーさんがいろんな人にこう病気とかね体の調子が悪い人に治療のアドバイスをする際にこの4つのね大原則をもとにお話ししていたんだっていうことなんですねでそれがこの基本原理ケアというふうにね頭文字取って言われてるんですけれども日本語横にね振っときましたこの一番最初の C っていうのは循環のことです血液やリンパ。 そして神経の流れこれもね循環だっていうことなんですよねで次の A っていうのが同化これは消化吸収いい食べ物を食べて体のね栄養にしようっていう食事療法も含めて同化自分と一体になるっていう意味ですねそして次 R これは休息休眠ですね 質のいい睡眠を取れてるかとかそういったことになってきますそして最後の「いい」これがですねこれあんまりね耳慣れないかなと思うんですけれども要は体の中の毒素ちゃんと出せてますかということなんですよねで特にこの「以下ができていないからこそ毒素が溜まってねいろんなところで不調の病の原因になってしまうんだっていうふうにねこのウェイトでいくとこの「 以下のところがねかなり大きいっていうことなんですよね。でじゃあ人間ってどこから毒素排泄するんですかっていうと腸大便うんちですねそして腎臓これは尿おしっこですねそして肺これは呼吸でね吐くこの息にも排泄作用があるよそして皮膚汗やね皮膚も呼吸してますよそしてこれは女性に限るんですけれども経血この5つどこかがですね 排泄が滞ってると体の中に毒が溜まりやすくなってきますよということなんですよね要はうんちいっぱい出てるから大丈夫だとかそういう話ではなくて全てが滞りなく出てるのが人間の正常な状態ですよということなんですよまあ、これらのね CARE どれかがおかしくなっちゃってるまたはどれか一つがおかしくなってそのバランスが崩れて全部がね人間本来の必要な 働きができてないというふうになると病気を作り出しちゃうよということなんですねこのケアぜひね覚えておいてくださいはいではですねえ次にまたこの皮膚疾患にも関わってくるんですけれどもケーシーさんのこの食事療法についてちょっとだけ詳しくお話しさせていただきます基本的に江戸川ケイシーさん体の調子の悪い人病を今から治していくぞっていう人に対しては 豚肉は食べてはいけませんよっていうふうにねおっしゃっていたそうなんですねで基本的に四つ足の動物ってあんま食べない方がいいよということだったんですけどもどうしても食べたい方は牛さんとかね子羊さんなんかはたまにならいいですよ、ね、健康な人消化能力がある人であればいいですよということなんですねでそれから揚げ物は食べないでくださいねというふうにこうみんなに言っていたそうなんですね特に体の弱い人 でこの揚げ物の危険性っていうのは要は揚げてすぐ食べるんであればまだいいんですけど揚げたあとずっとほっとくと酸化してしまうよねこの酸化した油が危険なんだっていうことなんですよだからちょっとねどうしても食べたい時は酸化しづらいごま油で揚げたもの変成しづらいねこの油で揚げたものを早く 揚げたてで食食べべちちゃゃうううっていいこことととが大事だよ。よで、ででで、それも多く食べ過ぎちゃダメですすなんですねで。次に特にですね皮膚疾患を持ってる方はナス科の野菜は絶対食べないでくださいというふうにおっしゃっていたんですね。でこのナス科の野菜っていうのはもともとがですねこの皮膚を荒らしてしまう毒素を持っていたそうなんですけどこれがねだん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 こう改良されてきて。 毒が極めて少ない、普通の健康な人が食べても出ないようになってるんだけれどもこういう皮膚疾患例えば感染とかアトピーとかそういうのを持ってる人にとってはすごくその症状を悪化させてしまう原因になるよっていうことなんですよいうことなんですよ具体的に言うとトマトこれはあのトマトがね含まれてるトマトジュースとか野菜ジュースとかも含まれますしトマトケチャップとかねそれを使った料理ですねピザとかそういったものも含まれます。 でそれからじゃがいもパプリカピーマン唐辛子、胡椒なんかねあ大丈夫かなと思っても気づかない間に結構使われてること特に外食とかでは多いので皮膚疾患のある方はこの辺にね注意が必要かなと思います。はいででそれからですね 今までのは食べちゃいけないものだったんですけど、ここからね、こういうふうに食べなという話で、野菜はですね、この生の野菜、なんかね、しっかり食べましょうねというふうにね、言われてるんですけど、特にこの朝は、朝というか昼間はですね、こうしっかりやる気出さなきゃいけないから葉物野菜なんだ。で夜は休むから 根っこの部分ですね菜類を食べるといいよそんな風なねユニークなアドバイスもこうしてくださってるんですけどその生の野菜なんか食べる時は一緒にゼラチンをね 食べたらいいよというふうにおっしゃっててこれはですね動物性のゼラチン本物のゼラチンですねよく見るとゼラチン用とかっていうふうに書いてる製品なんかもあって本物のものじゃないものもあるので注意が必要なんですけどこの野菜と一緒にゼラチンを取ることによってビタミンの吸収率を上げるんだというふうにおっしゃってるんですねそしてえ清白したパンとかお米っていうのはちょっと避けましょうねって 玄米とかねその全粒の穀物っていうのをメインで食べましょうっていうことなんですね。で玄米とかねそういったものをどうしても食べれないとかという方はえこ、ー、ぶ月米とかねそのぐらいから食べてくださいということですね。そしてこれ面白いんですけれども1回の食事で複数の穀物要は炭水化物が豊富なね食べ物を同時に食べないということなんですね。もっとと簡単に言うと えー、ラーーメンンとチャーハンアウトですうどんとそばもアウトです。でカレーライスのライスとここに含まれてるじゃがいもこれも、えー、穀類として、ね、炭水化物多い糖質が多いのでアウトです。でこれ何でかっていうと違う種類のこの炭水化物が豊富なものが入ってくると消化に負担がすごくかかっちゃうそうなんですね。でこの消化っていうののは人間の 活動のの中でででもすすすごいエネルギーをを消費する働きで内臓に負担をかけてしまうんですよだからそのものすごい負担をかけるまあ、えー、炭水化物かける炭水化物みたいなのはやめましょうということなんですねだから果物をデザートに食べるとかねケーキをデザートに食べるっていうのもも,もってのほかですねで本当に、えー、体の具合の悪い人っていうのは 一日に食べる穀物も一種類に限定するべきだよ、とかですね。要は、朝ご飯を食べたら、その日はご飯、パンを食べたらパンっていう風にね。こう決めた方がいいですよ、っていうことなんですね。はい。で、もっと厳密に言うと、例えばね、パスタでもね。茹で時間が違うものが入ってたらダメだとか、いろいろあるんですが、ただ、これは、あの、基本的に体がね、丈夫な人とか、健康な人であれば、ちょっとぐらいね。まあ、たまーに。 えー、カレーライスの中にねじゃがいも入ってるとかそのぐらいは全く問題ないですよということですねだけどやっぱりねラーメンチャーハンとかずっとねこう食べ続けるのは良くないよっていうことですねもちろん油なんかも入ってますしねはいというわけでですね次ですねえー、柑橘系の食べ物オレンジみかんポンカンとかねそういうものを よく食べましょううとということですね。ただし先ほどの例出てきた穀物と一緒に取らないことでこの柑橘系けっていうのは酸性酸っぱいから酸性なんですけど体の中に入ると私たちのこの体液をアルカリ性の方にこう戻してくれるでその弱アルカリ性っていうのが一番ですね体の状態が正常な状態ですよ免疫なんかがしっかり働けますよという状態なので そっちにねこう戻してくれるっていうのはいいんですけれどもただし穀物要はご飯食べた後にみかんをデザートで食べるとかっていうのをやってしまうとアルカリじゃなくて逆に酸性に体をね弱くしてしまう方にこう傾けちゃうんだっていうことなんですよねだから柑橘類を食べる時っていうのは空腹時食前食後を避けて食べましょうと。 いうことですね例えば朝ごはんを、ね、こうみかんだけにするとかねそういうのでも体を急速にアルカリ性にすることできますよということですね。はいで、えー、お水なんですけれども1日に1.5リットルくらいは飲みましょうということですね。そそすすると腎臓のろ過機能が正常になりますよそして さっきき出てきたイカ作用ですね、毒素を出すというのが一つ正常になりますよということですね。でこれが足りないとすごく体に負担がかかるということなんですよね。で、えー、なのとはいえですねこの1.5リットルガブガブ飲めということではなくてこまめにね少しずつ飲みましょうということですね。で、えー、白砂糖は食べない。 ということでまあこれはね、まあ、体を酸性に傾けるよとかいろいろあるんですけれどももしどうしてもね甘味が欲しければ蜂蜜とかメープルシロップにしましょうとおっしゃっていたそうです。でえ感情が揺れ動く時要は怒ったり悲しんだり悩みがあるなんていう時は食べちゃダメだよということでこれは消化能力が落ちてるよって消化不良を起こしてそれが 結局毒素になって排泄ができなくて病気の原因になるということなのでなんか私たちはこう悲しい時悩んでる時ってあんまり食欲ないですよねだけど周りの人が「元気出せよ中食えよ」ってねこれ嬉しいんだけど実は体からしたらその消化する準備ができていないからあまり食べなくても大丈夫むしろ食べない方がいいですよということなんですね、は。い というわけでままあ、食事、まあこの辺をしっかりね守っていけば皮膚疾患でも特にこのナスかとかをね避けるとかっていうのをやって基本的にこういう食事をやっていけば中がね綺麗になるから外も綺麗に皮膚も綺麗になってくるよ特に腸が綺麗になってくるとこの皮膚っていうのが綺麗になるんだ裏返しみたいなものだよというふうに教えてくださっております。 でその中をきれいにするために食事だけではなくてこういう毒素排泄を促すことも一緒にやりましょうと教えてくださってるんですけれども特に有効なのは、まあ、このエドガー・ケイシーさんの両方のね代名詞みたいになってるし湯パックですねトウゴマというですね植物のオイルこれをしっかりね低温圧搾した本物のねひまし湯を使ってこのねえミニ脇腹 肝臓とかねこういうのあるところをこうヒーターで温める方法があるんですけれども布にねこうオイルを混ぜて湿布する日本でも昔から例えばしょうが湿布とかですね里芋湿布みたいなねパスタとかあるんですけれどもまあそういったものの オイルバージョンですねでこのヒマシ油っていうのが体内のねこの解毒を促進してくれるんだっていうことまあやったことがある方はですねものすごいこのやり終わった後にボッとなんか出てきてるようなね感じとかが感じられるかなと思います。で これ、えー、やるときの注意点なんですけども肝臓がんとかね肝硬変の方は、えー、やっちゃだめですよなんていうこともね、えー、書かれているのでその詳しいやり方とか注意点とかねなんでひまし油ういいんですかなんていうところはぜひ本書で読んでみていただきたいなと思います。そして、えー 腸内洗浄ですね腸が皮膚の裏返しだよって言ったんですけど直接的にこの腸を洗ってしまおうということでこれはですねそういうキットが売ったりしてますけれどもやり方もですね本書に記載されてますが医療機関なんかでもねやってるところがあるのでそういうところを、ね、こう探してみるといいかなと思います。 で、えー、なんでそれがね必要なのというところも本書で詳しく書かれております。でこれだったら誰でもできるかなっていうのが最後の「フルーツダイエット」ですね。でまあ誰でもできると言いながらねちょっと難しいんですけれども、えー、リンゴを生のリンゴですねこれを3日間これだけあとお水と、まあ、ブラックのコーヒーとこれだけを 食食べべ続けるんだ。だ他のものも一切食べちゃダメだよで。そうするとこの胃腸の内臓のね疲労っていうのが、まあ、取れてくるというかね一回消化期間がリセットされますよということなんですねで普通の断食とかそういったものと違って捕食あの断食明けにね少しずつ大根おろしとか消化のいいものから始めるとかっていうのも必要ないですしだん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 ね断食に入る前に。 少しずつ食事を減らしていくとかっていうこともやる必要がなくて突然始めて突然終わっても一応大丈夫な、まあ、ある一種のファスティングみたいなものなんですよね。 ですねで特にケイシーさんは生のりんごっていうのはあの基本的に食べない方がいいよというふうにねおっしゃっていて、まあ、青森出身の僕としてはねなんてことを言うんだって思ったんですけれどもえあの、まあ、ただねなぜかっていうところはわからないんですがで特にその、えー、とヘルペスとかねそういうのが出る人は焼いたりんごとかねそういうどんな 種類のリンゴでもあんま食べない方がいいですよとかっていう風にもねおっしゃってるそうなんですね。で普通に健康な人はあの焼いたリンゴとかそういうのだったらいいですよっていうことなんですよね。なんだかわ、えー、からないけどまあ、確かにね、えー、まあ、そういう いいいつかかるのかわるもしれないなというとうころですねでそのりんごが無理な人はまあ、みかんでもぶどうとかでもいいんだけど例えばえぶどうだったら4日間ぶどうを食べ続けるでみかんだったら5日間みかんだけを食べ続けるということでまあ、3日で済むね生りんごが食べれるんだったらそれに越したことないよねということですね。はい、ではいで、えー、ですね次に 循環の改善ということでさっきね、えー、ケアのですね一番最初 C これ循環って言いましたで、えー、特にそのまあ体のねこの体液の循環とかっていうのだったら分かりやすいと思うんですけれどもまあどっかでねこう例えば血流が悪くなったら循環悪いよねだけどもう一つですねこの神経の循環っていうところもあってそれをまあ良くしていくのに オイルマッサージなんていうのをですね、ケイシさんはよく勧めてくださっていたそうで、え背骨、この首のところから、け椎からずっとね、こう、鼻骨にかけて、一本の背骨ですね、この横を神経が通ってる、だからこの背骨を整えてあげましょうっていうことなんですよね、整骨療法とかね、オステパシーとかね、そういったものを、 進めててくださっていたそうなんですねでそれからまあ体液の循環とかそれにも関わってくるんですけど首出しサウナでサウナね、えー、今サウナーさんとかねサウナブームになってますけれどもこの頭部をねこう熱で当てるのがやっぱりあまり良くないんだということで首出しサウナでこうしっかりね汗をかくということでそれから足湯なんていうのも進めてくださっていたそうなんですね、はい、では次にですね まあ要はその体の中に毒素がね溜まってて出し切れなくなってるからどこかにイカ作用でねどっかにまあ詰まりがあるって考えてくださいそれが結局皮膚に出てきちゃってるんだよそれがね皮膚疾患の元だよっていう考えでこれって結構あのね漢方の方の考えとかにもすごく似てますよねでえそだから毒を入れずにね 逆に、えー、腸の壁を厚くししてて、えー、守ってあげましょうもう腸の壁が薄くなっちゃってねそこからその毒が体の中に入り放題そうなってくると皮膚疾患進んじゃうよまあ、こんな風に捉えていいかなと思うんですけれどもじゃあそれをやめるためにそれを解消するためにまずはその毒を 浄化ししちゃいいましょうっていうことこなんでですよねでそれがさっき言ったまず汚さないことナスカとかね、えー、油で酸化した油とかそれからね豚肉みたいな油の多いものを食べるのを最小限というかもう本当に禁食食べないっていうふうにして逆に浄化を助けてくれる血液きれいにしてくれる葉物野菜レタスとかですねそういったものをしっかり食べましょうということですね。 でそれからえこの腸を守るためにハーブティーをねこう勧めてくださっていたこともあるそうなんですね。特にニレ茶なんかを飲むと胃腸をこう保護してくれるよとかえサフラン茶を飲むとこう殺菌してくれますよとかですね。要はいわゆるこう 善玉菌悪玉菌のあまりよろしくない働きをするよってねえあまり多すぎると良くないよって言われてる便宜的にねこう悪玉菌なんかもこう抑えてくれるって考えるといいかなと思いますそれからカモミールこれはですね腸のまあ働きを安定してくれますよとかそれからスイカの種のお茶を飲むと腎機能が高まってねえ要はお小水、おしっこでねしっかり こう毒を出せますよっていうことなんですよねでそれからさっき言ったようなこうオイルマッサージとかでですね背骨の歪みを矯正して循環を良くしてで感情のトラブルにも注意が必要ですよという風うにですねケイシーさんもおっしゃってましたし三田先生もですねこの本の中で教えてくださってるんですね要はどんだけいいことやってもやっぱり怒ったり悲しんだり悩んだりっていうのが多い人は しっかりねこの両方をやってもなかなか結果が出づらいという傾向にあるそうなんですね。これはまあ何にでも当てはまることだと思うんですけどそれからしっかりこうやって食事療法をやったりひましゆシップやってみたりっていうふうにやっていくと、まあ、フレア現象というものがある一定期間やるとね起きてくるそうなんですよ。それは何かというと今まで出てなかったところにアトピーが出ちゃったとかね感染の症状が出てきたとかねいわゆる あの漢方の方でいう「免疫反応」みたいなねここで驚いてやめちゃうとまた根元に戻っちゃうんだけれども様子をね見ながらしっかりね安全に続けていければ良くなっていく人が多いんだというふうに教えてくださっております。はいでえその他ですねいろいろとこう面白いお話載ってるのでざっと紹介させていただきたいんですがさっきから出てきてるこの「ひましゆ湿布」ですね。これはあの 基本的にこの右脇腹なんですけれどもどこでもいいですよということで肩こりだったらね肩にやったりとか腰痛だったら腰便秘だったらお腹お腹だけじゃなくて、ね、普通に右脇腹ひましゆシップするだけでもこのね便通よくなるよとかで膠原病とかの方もこうやってえこういうふうに回復していったよなんていう実際の体験なんかもこうお話ししてくださってるんですねでそれから 湿布以外にもこのひまし油っていうのは使えてえ白内障の方ねこう転眼したりとかねで子宮筋腫の、えー、時にこうマッサージして良くなったよとかですねまあその辺はね、えー、だから私もって一気にねこうやっていいっていうものではないと思うんですけれどもそういうねすごく 不思議な力を持ったのがこのひまし油なんだなんていうねいろんなエピソードを読むことができますそしてオイルマッサージなんですけれども種類としてはピーナッツオイルとオリーブオイルこれがねメインになってこれをこう混ぜて使うんだよなんていうところで中枢神経と自律神経まあ、神経の働きをこう強調させてくれますよ調和させてくれますよっていうことなんですよねよく自律神経失調症なんていう風うにね今言われることが 多くてねえ結構言われたことあるっていう方も多いと思うんですけれども要はそういうういいねね神経の働きをちゃんとととさせてくれるということです、ね、そしてえこの背骨に、ね、沿ってえマッサージしていくことによってこのなんだろう背骨の歪みをですね歪みを取るんだっていう考え方なんですよ。それでこう神経を調整していくっていうことなんですけれども。 やり方もですね詳しく本書の方に書かれてるんですがなんかこうスポーツのマッサージこう筋肉をこうりをほぐすみたいなやり方ではなくてオイルを使ってねこう丁寧に丁寧にやっていくっていうものですねはいで、えー、その他なんですけど食べ物について特にね面白いなと思ったのがにんじんですねこのの人参っていうのは すすごくく体にいいんだなんだななとわかりますよね「ビタミンミネラル豊富で」とかねこのチャンネルでも人参リンりんごジュースとかいっぱい出てきてるんですけれどもこの人参がなぜ体にいいかっていうのをケーシーさんはこういうふうに言ってたんだっていうのが血液の凝固力を高めるんだよでこの血液の凝固力っていうのが免疫細胞要は白血球さんたちが体のね敵 異常なな細胞をこうやっつけるるときにに使う武器になるんだとということなんですよだからこれがなくなっちゃうといわゆる免疫力が落ちてるっていうことなんですよねだからなんか風邪ひきやすいなとかっていう方はぜひねにん食べてみてくださいそれから人参の葉っぱの付け根ここがですね目にすごくいいんだなんていうねアドバイスもあったそうでそれって視神経に似てる要はね視神経ってすごいこう 毛細血管がバーッとねこうなってたりっていうところにこうなんだろうなんかネットワークみたいにバーッとなったりみたいなその形にすごくこの葉っぱの根っこのところが似てるんだということでこれがあの漢方とかの方のねそういうアドバイスもたくさん他にもしてくださっていてこの薄毛とか抜け毛で悩んでる人は。 粒状の穀物を醸造したアルコールでマッサージするといいよ。で日本でやっぱ手に入りやすいって言ったら麦焼酎とかだよっていうふうに三田先生教えてくださってるんですけどこれもですねその穀物粒状の穀物の目が。 出るのとこの目と人間のねこの毛根っていうのが似てるんだっていうことなんですよね。なんだかね、えー、本当に芋じゃないや、えー、麦焼酎でこうマッサージしていいのかなとか思うかもしれないんですけども、ぜひね、うん、なんか気になるなと思ったらね、やってみても。 いいいのかなと思います。それからえ肝臓の不調がある方は、まあ、レバーなんかを食べるという、まあ、そのまんまですよね肝臓だから肝臓でそんなこともえアドバイスしてくださっていたそうなんですね。でこの辺に関してはあエドガー・ケイシーさんっていうのがそのリーディングをとっていた時代背景とかね、まあ 国もまた日本とは別になってきますし日本人に対して与えていたアドバイスではなくてその時こう手に入りやすいものであったりっていうのがあるのでその辺を加味して三田先生が日本人だったら今だったらこうだよねなんていうところも 分かりやすく解説してくださっているのがこちらの江戸川 K.C. さんねこの「両方のすべて」というシリーズになるんですね。この辺もですねまた是非シリーズご紹介させていただきたいと思います。はいというわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。一旦まとめさせていただくと要は腸の状態を良くするそうすると皮膚の状態が良くなってくる皮膚疾患が良くなる。 っていうことは腸の状態があまり良くないってふう風に捉えてじゃあ毒素を出すとか腸を守るとか必要なアプローチをしていきましょうということですね。はいで最後僕の所感なんですけれどもこのケイシーさんのお話っていろんなところでつながるんですよ。いろいろこう読んでいくとなんか最新のねこう研究結果がこうだとかねいろいろ出てくるとあれこれってケイシーさん言ってたよなとかっていうのがねこう結構出てきてすごく面白いので。 えー、なんかこう科学的なことじゃないことはね、えー、ないんだとかじゃなくて本来その不思議な自然のね現象を説明するでみんなが使えるようにっていうふうにするのが科学なので逆に言うとこのケイシーさんのね「アカシックレコード」とかねそういうねちょっと不思議な話好きな方は聞いたことあると思うんですけれどもそういう全ての情報が、えー、ある。そこに行って いろんな、ね、人に合うアドバイスとかをこう引っ張ってきてたんだでそういう不思議なことを逆にみんなが使えるようにっていうこの三田先生たちがこうやられてることっていうのも立派なね本当に科学だよなというふうに感じました。はいといとうわけで今日も 最後までご覧いただきましてありがとうございますなんかさっきも言った気がする <laughs>、えー、というわけでですね、えー、もしこのチャンネルなんか役に立つなと思ったらぜひチャンネル登録や高評価コメントなんかいただけるとすごく嬉しいです、えー、自分の主治医は自分ということを忘れずに今日も健康でお過ごしください皆さんが健康で幸せでありますように今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ今日もありがとうございました